皆さんこんにちは、ビートライブ &18 のあかりです。毎年12月に開催されるビートライブの一大発表会ネクストゲート、今年も60クラス以上が12月21日日曜日、呉竹文化センターに登場します。前週のロードトゥネクストゲートでは、今年が初めてのネクストゲート登場となるクラスを紹介しました。今週は本番約1ヶ月前の11月23日に行われたスタジオリハーサルの様子を紹介します。技術スタッフがリハーサルをチェックし、本番に向けての照明、VJ、映像などの構想を練るための資料作りをします。インストラクターから技術スタッフへの要望が寄せられる場合もあります。それでは気になるクラスやシーンをどんどん紹介していきましょう。ゆりかです。ミブのメンバーはちょっと年齢はみんな小学生と中学生なんですけど、みんなの元気さを最大限に出せるようにちょっと今回頑張って考えてるし、でちょっと合同なんでジャンルも違うことに挑戦したりしてはるんですけど、みんな頑張ってるのでぜひ見てください。はい、みんな頑張るな。おー、いくで頑張るぞ。おー、イエーイ。はい、お願いします。そうですね、ネクストゲート今回で何回目になるか、もう10回目11回目とかになるんですけれども、まあ、ちょっと気持ち的に今回私の集大成を出せたらなというふうに思ってまして、ちょっと難しいんですが一曲使いでやらせてもらってます。で、恋愛の曲に聞こえるかもしれないですけど、みんなと過ごした時間をこうありがとうっていう気持ちを込めて私は踊ろうと思ってますし、その胸をしつこいぐらいにみんなに喋ってるので、短い期間頑張ったことをみんな多分出せると思います。変わらずに女優がいっぱいいるクラスだと思って見ていただけたらと思ってます。はい、イエーイ。高一の弟に意気込みを聞いてみたいと思います。初めてやから緊張するかもしれんけど、とにかく楽しみたいです。10歳です。頑張ります。ちっちゃい2人はまだ初めて2ヶ月も経ってないかもしれないんですけど、発表会出たいって頑張ってるので、僕も頑張って指導しました。可愛いジャンパーを楽しみにしてください。私のクラスはこれで最後なんですけれども、今までやってきた
ずっと私のクラスでやってきた全てが出せたらいいなとみんなにかけているので、みんな頑張ってください。はい、一部の鳥ということで、ファイアクラスみんなで必死に頑張りたいです。こんばんは。みんなで力を合わせて頑張っていきたいと思います。女の子だけだけど、めっちゃ楽しく派手にやっていきたいと思います。未来クラス最高です。ネクストまで頑張っていっぱい練習してきたので、ガッとやってパッと楽しんでサッと踊ってパッと伝えて終わりたいと思います。みんな頑張るぞ。うわー、Turn the bass up, we about to burn this place up. Turn it up, turn it 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 up. Turn the bass up, we about to burn this place up. Turn the bass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 .ここで控え室の様子を紹介しましょう。出演待ちの皆さんでいっぱいです。ネクストゲートの T シャツのサンプルもありますね。すごい可愛いですね。待ち時間の長い人もいます。思い思いの時間を過ごしていますね。東武高校のスタジオでお世話になっているひまわり鍼灸整骨院さんの体験コーナーです。多くの著名アスリートのトレーナーもされている木村さんの体験ストレッチ、受けているのは腰痛が悩みというゆりかインストラクター。ストレッチはしてるとこなんですけど、すごいですねめっちゃよく伸ばしてもらってます。腰痛に効く体操も聞いたんで、今後気をつけていきたいと思います。すごいです。体験してください、ぜひぜひ。痛いめっちゃ痛い。ダンサーさんはやっぱお尻がすごい硬い方が多いです。特に彼女の場合は中臀筋と梨状筋と、腸腰筋っていうところが硬くて腰痛になっていると思われます。そこを緩めるとかなり楽になられたので、今ストレッチ終わったのでもう一回立って動いてみてください。やばい、軽いめっちゃ軽いです、やばい、すごい、いい感じですか。いい感じです。もうお尻が楽めっちゃ楽。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。 CM の後もスタジオリハーサル続きます。チャンネルはそのまま。